気持ち悪い。本当かな。こっち。ほら、ここから向こうを見て。素敵な夕焼けだね。世界全体が赤く染まっちゃうみたいな。ありがとう。え、どうして私が考えていたこと分かったの？うん、キリトって優しいよ。仲間。私もキリトの仲間になれたの？そっか。やっぱり？何を言うの？急にそんな。別に謝らなくてもいいけど、こんな私を仲間って言ってくれて。でもそんなに優しいとずっと頼っちゃうからね。うん。よう。ただいま。そうだね、住処として落ち着いてきたっていうか。あれ、ゆいちゃん宿にいないみたい。宿にいた人なら見てるかな。すみません、ゆいちゃん見かけませんでした？ゆいちゃん、ちょっと前に宿から出かけていったのは見かけたけど、どこ行ったかまでは知らないな。ああ、あの子なら町の外にいたのを見たぞ。ゆいちゃん、すぐに探しに行かなきゃ。さっき俺が迷宮区から戻ってくるときに見かけたんだが、そう。
こっち来ないでください。今は力も出せないし。あっち行って。パパ、危ないと思ったら、いても立ってもいられなくなっちゃったんだもん。それで、ゆいちゃんはなんでまた一人で外になんか出たりしたの？それは、アイリスの花を取りに来て。アイリスの花？頼んでくれれば、ゆいちゃんが危険を冒さなくても、私が取ってきてあげるのに。それじゃあ私からは何も言わないでおくね。だね、お風呂に入りたいし。パパ、ママ、三人で手をつないでいきませんか？そうなっても、キリト君の索敵スキルですぐわかるんだし、大丈夫じゃない？じゃあ私がゆいちゃんの左ね。ありがとうございます。